皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。近年世界中に巻き起こっていると言われている日本食ブーム、日本を旅行したことをきっかけに日本食に興味を抱く人が多いようで、寿司や天ぷらといった従来の日本食はもちろん、それ以外のジャンルの日本食にも注目が集まっています。遠く離れたヨーロッパも例外ではなく、ロンドンやパリには本格的な日本食レストランが次々と出店されているんだとか。そして近頃ではこれまで日本食の認知度が低いとされてきたドイツの飲食業界にも日本企業がどんどん進出しているそうです。そこで今回はヨーロッパで日本食がどう見られているのか、ヨーロッパの中央に位置する大国ドイツを中心に取り上げていきましょう。まずはドイツ人一家に日本を案内したという男性がその時の様子を綴ったエピソードを投稿して、過去にネット上で話題になっていましたので紹介いたします。休暇で日本に逃げてきたドイツ人一家。ある日、アメリカ在住の同業他社のドイツ人からメールが入った。家族でまとまった休暇が取れたんだが、できれば日本で良いところを紹介してもらえないだろうか。はっきり言ってもうアメリカはうんざりなんだ、といったような内容だ。無論実際のメールはもう少し長かったけどね。で、いろいろやり取りした結果、無難に東京と神奈川を案内して、あとはうちの親類にお願いして京都と奈良と大阪、ついでに名古屋あたりでも見てもらおうと計画を立てた。一応俺なりに思うところがあって、その間の移動はほぼ鉄道などの公共交通を利用することに。来日当日、一家を成田まで迎えに行き、無事合流してスカイライナーの発着ホームへ向かう。こういうデザインの電車は向こうでは珍しいのか、ドイツ人一家はかなり気に入った様子だ。特に子供たちはそれまでの長旅のせいもあって元気がなかったんだけれど、電車を見たらいささか興奮気味。移動中もどこまで行っても街並みが途切れないなんて、呆れているのか感嘆しているのかわからない様子でつぶやいていた。その後、俺の行きつけの店に着くまでにはそれなりにいろいろあったんだけど、それはひとまず割愛するね。俺はいつも行く豆腐のうまい店に一家を案内した。豆腐にもいろいろあることを知ってもらおうと、まず風味の強く出ているものを何もつけないで食べてもらうとなかなか反応がいい。聞くとドイツの実家で牛やヤギを飼っているので、フレッシュチーズやサワークリームは食べ慣れているんだとか。この豆腐はそれと同じ系統の味わいだったので違和感がさほどなかったらしい。で、趣向を変えてその後もいろいろな豆腐を食べてもらった。なんせ江戸時代に豆腐百珍とかいう本が出ているくらいだから、豆腐料理だけでもかなりの数がある。合間に鵜の花入りも食べてもらったら、これも一家で気に入った感じで、これは何なのかとか、どうやって作るのかとか、いろいろと質問攻めにあった。店を出た後、駅まで歩いていると、一家はどうやらラーメンにも興味がある様子。どうせだからと、俺がいつも豆腐を食べた店に来た帰りに立ち寄っているそこそこうまいラーメン屋へ入ることにした。本当はやっちゃダメなことかもしれないんだけど、結果として全員でそれぞれ別のラーメンを頼んで食べ比べてみることに。食べ比べた結果、海鮮物は食べ慣れないためか少々食べにくそうにしていたけれど、いずれも美味しいと好評だった。正直な話、油が強すぎるものは少しくどいと感じたみたいだけどね。あと、すするのがうまくいかなかったのと、熱々のところを食べて舌を少し火傷したのはお約束かな。一応注意はしたつもりだったんだけど。その晩は長旅で疲れが溜まっているようだったので、
全員で銭湯に併設されている私圧の店に行った。そもそもドイツでは温泉を飲む陰泉が主流になっているらしく、こうやってみんなで一緒に入る銭湯方式の施設はあまりないとのことで興味深そうにしていた。そこで一旦店を出て歩いてすぐの百均へ行き、入浴道具と着替えを現地調達、銭湯初体験となりました。あまり混んでいなかったこともあってなかなか好評だった。指圧も堪能した一行は、今夜はぜひ日本風でというご指定だったので、日本間のある旅館へ、いや高級なとこじゃなくて本当は単なる宿屋なんだけどね。布団と日本間というだけで軽く興奮してもらえたし、十分に堪能してもらえたらしいのでよかった。一応満足だったみたいだ。投稿は以上のような内容になっていました。ドイツ人一家が日本旅行を満喫している様子が伺い知れるエピソードですね。日本の食べ物や文化に積極的に挑戦してもらえるのは嬉しいことだと感じました。それではドイツで日本食はどのような認識を持たれているんでしょう。続いては近年のドイツの日本食事情について紹介していきたいと思います。ドイツでの日本食事情。欧州最大の日本人街があるドイツ西部のデュッセルドルフでは、本格的な日本食レストランや日本食を購入できる食料品店がずらりと並んでいます。反面、在住日本人が少ない東ドイツ東部では日本食を食べられる場所はほとんどなく、日本食がどれだけドイツに浸透しているかについてはかなりの地域差があるようです。味覚の違いからか、日本食は味付けが薄いと感じるドイツ人も多いようで、日本食レストランは料理に大量の醤油をかけて食べている人の姿も見られるんだとか。しかしドイツには栄養価を考え食事内容に気を使う人も多く、ビーガン、完全菜食主義者や宗教上の理由で食べられるものが制限されている人も日本よりたくさんいます。肉文化のドイツの中で魚や昆布だしで味をつける日本食は、そういった人たちにとってありがたい存在になっていると言います。そして近年、スーパーやレストランで確固たる地位を築いたのが豆腐です。豆腐とそのまま呼ばれており、肉に似せて加工しやすいこと、美味しくヘルシーであることなどが評価されているんだそう。宗教や動物愛護の点からヨーロッパは動物性食品に対してかなり敏感。そんな中で日本の精進料理からヒントを得て作られた大豆を加工した食品などがドイツ人の心を掴んだんですね。また世界的に知られている日本食の一つに寿司がありますが、ドイツでも日本イコール寿司という認識はかなり浸透しています。ドイツ在住の日本人はホームパーティーでは必ず、日本人だったら寿司を作ってくれと頼まれるほどなのだとか。それでも日本人が握った寿司を食べられる店はまだまだ少なく、ベトナム人や中国人が経営しているアジア料理店で創作力あふれるなんちゃって寿司が取り扱われていることも多いようです。海産物が少ないドイツでは寿司はやはり高額な食べ物。新鮮な魚が手に入りにくいので、握りよりも巻き寿司が定番になっており、ネタは野菜やツナ、カニカマなどの加工品が使われるのが一般的です。スーパーにはわずかながらの魚加工品コーナーにお寿司が並んでいますが、パック寿司でも1パック5ユーロから7ユーロ、日本円で約650円から900円ほどの値段になっているそう。とはいえ、油も肉も使わない寿司はベジタリアンでも宗教で肉が食べられない人でも食べられるものなので、日本食の中でも
特に支持率の高い食べ物になっています。そしてドイツでは寿司だけでなくラーメンや鉄板焼きなども人気です。日本人が多く住む都市では丼物や焼き鳥などを食べられる店もあるため、これを求めてやってくる日本ファンのドイツ人も増えているといいます。最近では日本のスナックとしておにぎりにも注目が集まっており、スーパーや大学の購買などでも販売されるようになりました。さらにオーガニック食品店などに行けば、味噌や梅干し、昆布など日本食に欠かせない調味料や食材が販売されるようになり、健康な食事は日本食という認識がされているようです。近年ヨーロッパでますます人気の高まっている日本食ですが、海外の人から見るとかなり驚いてしまうような日本ならではの食べ物もあるようです。先日フランスの人気旅行サイトで日本のヤバい料理10選を紹介する記事が投稿され、大変話題になっていましたので紹介いたしましょう。日本のヤバい料理。投稿されていたのは、日本人は洗礼された人たちであるのだから料理も洗礼されたものを食べる、しかしこれはという見出しが付けられた記事で、日本で食べられている10の料理が取り上げられています。納豆、イカの塩辛、白子、イナゴの佃煮、軟骨、船寿司、カニ味噌、卵ガニ、ホルモン焼き、珍獣屋の料理、昆虫などと、日本でも好き嫌いが分かれるタイプの料理が紹介されており、大きな反響を呼んでいました。フランスの人々からは様々なコメントが寄せられていましたので、一部を紹介いたします。海外の反応。日本には何度も行っているけど、一度も出くわしたことがないな。日本食ってかなり多様だからね。素晴らしい食の体験ができる国なんだ。ホルモン焼きは食べてみたけど美味しかったよ。もちろん納豆も食べたけど、あれはちょっと。あと軟骨も美味しかった。次は何に挑戦しようかな。日本の料理は信じられないくらい美味しいよ。俺たちだってカタツムリやカエル、牛タンとか他の国からすれば気持ち悪いものを食べてるわけだし。日本で食べまくった俺からすれば思い出の品々だよ。群馬で食べたホルモン焼きは最高に美味しかったな。なかなか攻めてるわね。日本の料理ってもっと食べやすいものばかりなのかと思ってた。日本に行くことを夢見てるけど、食が口に合うかちょっと不安だわ。日本にこんな面白い料理がたくさんあるなんて知らなかった。また日本に戻って挑戦してみないとね。日本の料理なんだから味は間違いないと思うよ。船寿司は最初の食感はかなり強烈なものがあるけど、素晴らしい風味の料理だよ。白子はご飯と焼酎のお供にいい。力強い海の香りと美しい発酵の香りがするんだ。カニ味噌はかなり強烈な味ながら食感は滑らか。苦味が強いけどすごく中毒性があった。納豆は日本人でも好みが分かれる。手巻きよりご飯、生卵、焼き魚のセットで食べるといいよ。とにかく物は試しだ。機会があるならぜひ食べてみよう。コメント欄では様々な日本料理に興味津々といった様子でした。紹介されていた料理を実際に食べたことがあるという人からは、美味しかったというコメントが多数寄せられていましたが、納豆に関しては評価は真っ二つだと言えるでしょう。海外には様々な日本食レストランが出店されていますが、海外の限られた食材を使って本場の味を再現するのが難しい場合もあるようです。その土地の人の舌に合うようアレンジされていることが多いのも現実。日本食に興味のある海外の人たちには、機会があればぜひ日本で本場の味を楽しんでみてほしいですよね。
いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。